チヨヒトヨ戦闘団とは、ドイツ国防軍の戦闘団。第二次世界大戦末期に編成、東部戦線に投入され、ベルリンの戦いに参加した。部隊名の、チヨヒトヨは、チヨヒトヨ物語に由来するが、同時期に活躍した、フランス人部隊の、第 33SS 武装敵団兵士団、シャルル・マーニュなどのように、アラビア系の兵士で構成されていたわけではなく、 なぜこの名称が使われたのか詳細は不明。1945年3月、オーデルナイセガー流域の防衛を担当するゴッドハルトハインリッ上級大将のバイクセル軍集団は来たるべき赤軍の構成に備えて戦車戦力を強化しなくてはならなかったが、アドルフ・ヒトラ総統がハンガリー方面の防衛のためにバイクセル軍集団から3個装甲師団の転用を命ずるなど、 バイクセル軍集団の戦車戦力は著しく不足していた。このため、ハインリツイは、訓練学校や兵器試験場、補充部隊などから、戦車や自走砲、突撃砲などをかき集めて、機動予備としての戦車部隊をいくつか編成した。こうしてできた部隊の一つがチ代ヒトヨ戦闘団である。チヨヒトヨ戦闘団は1945年3月26日、 SS 第560特殊任務駆逐戦車大隊を、機関に、国防軍、ラジアン、武装新鋭隊の兵士を増強する形で編成され、38駆逐戦車ヘッザーやスリー突撃砲、SD、KFZ234、3走行偵察車や4連装2センチメートル隊、空砲などを装備していた。ジオヒト戦闘団の指揮官には、 数回の負傷を経験しつつも、東部戦線での実戦経験が豊富なグスタフ・アドルフ、ブラブは少佐がついた。チーヨ・ヒトヨ戦闘団は、第9軍に所属する、第101軍団へ、第111突撃砲共同旅団と共に、予備戦車兵力として配属された。チーヨ・ヒトヨ戦闘団は編成後間もなく3月27日の、キストリン攻撃作戦に投入されることとなった。 千代人予選当団は随伴する3個不評中隊と、共に、キストリン北西 8km のブライエン原子マーに、向かって、攻勢を行ったが、原子マー手前で、ソ連軍の反撃を受けて攻勢は失敗した。千代人予選当団は戦士及び行方不明者83名、負傷者333名、駆逐戦車49両のうち25両が損傷を受け、 うち五両が全損失となるという損害を受けた。一方、イズマイナス,にスターリン重戦車2両、キロボルトマイナス -1 重戦車3両、キロボルトマイナス -85 重戦車2両、T-34 中戦車8両、駆逐戦車2両などの戦果を挙げている。4月16日、ゲオレディ1コフ減帥の指揮する、ソ連第一次ロシア方面軍が、ゼーロコーチをはじめとする場所で、 ベルリンへの総攻撃を開始した際、チヨヒトヨ戦闘団は、ベルリン北東約 40km 地点のブリーチェン西方にいた。ブリーチェン北方に移動した後、チヨヒトヨ戦闘団は戦線を突破した、ソ連軍部隊と戦闘を繰り広げた。38駆逐戦車、ヘッザーとパンツァーファウスト対戦車ロケットによって一時ソ連軍の進撃を止めることもあったが、 千代人予選闘団の損害も甚大で、19日までに SS 第560特殊任務駆逐戦車大隊の4個、駆逐戦車中隊の中隊長3名が戦死、1名が負傷している。4月26日には SS 第560特殊任務駆逐戦車大隊は、損耗により2個中隊編成を取らざるを得なくなった。地与人予選闘団は、他部隊の残存部隊と共に、 西へ交代を続け、5月1日、ベルリン北西約 90km のミローにまで交代、市街地にある橋が爆破されていたため乗員たちは、残存する38駆逐戦車ヘッザーを爆破し、泳いで川を渡ろうとした。しかし、ソ連軍の攻撃を受けてその多くが命を落とすか、ソ連軍の捕虜となった。戦闘団の残存兵力はさらに西へ交代した後、 5月3日に、ミローから北西約 70km のパールヒムにおいてに、アメリカ軍へ投降した。チオヒトヨ戦闘団の編成は、以下のようなものであった。配下の部隊にもアラビア風の名称が付けられている。チオヒトヨ戦闘団の主力であった38、駆逐戦車、ヘッザーこのほか、スルタン隊として1個不評連隊が配属されていたが、 西部戦線の B 軍集団に転属となっている。ありがとうございます。